日本語能力試験、語彙トレーニング N1。こする。この鍋は固いたわしでこすると傷がつく。さする。気持ちが悪かったので背中をさすってもらった。なでる。日本人は小さな子供を褒めるときに頭をなでることが多い。いじる。 髪の毛をいじるのが彼女の癖だ。かき回す。スープを火にかけ焦げないようにかき回す。摘む。花を摘む。つまむ。ひどい匂いに思わず鼻をつまんだ。つかむ。警官は逃げようとする犯人の腕をつかんだ。ねじれる。 満員電車で押されてネクタイがねじれてしまった。ねじる。ペンチで針金をねじって切る。ひねる。蛇口をひねって水を出す。ちぎれる。みんなで引っ張ったので紐がちぎれた。ちぎる。レタスは手でちぎった方が味が染み込んで美味しい。束ねる。 古新聞を束ねて回収日に出した。仰ぐ。エアコンを使わず、うちわや扇子で仰いで夏を過ごした。くむ。バケツで井戸水をくむ。くわえる。子供は指をくわえて、うらやましそうに友達のおもちゃを見ていた。なめる。うちの犬はうれしいとき、 すぐに私の顔や手をなめる。うつむく。その子はいじめられても黙ってうつむいているだけだった。はう。敵に見つからないようはって進んだ。くぐる。のれんをくぐって店に入った。ささやく。ちょっと来て、と田中さんが耳元でささやいた。 わめく。夜中に通りで誰かが大声でわめいていた。言いつける。母は姉に掃除をするよう言いつけた。打ち明ける。過去の過ちを親友に打ち明けたら心が軽くなった。見かける。昨日街で課長が家族と歩いているのを見かけた。見分ける。 ひよこのオスとメスを見分けるのは難しい。見渡す。山に登って平野を見渡した。見落とす。レポートの誤字や脱字を見落として提出してしまった。乗り過ごす。本に夢中になっていて一駅乗り過ごしてしまった。乗り越える。泥棒は 平を乗り越えて侵入したものと見られる。歩む。グループ解散後、三人は別々の道を歩んだ。持つ。卵は冷蔵庫の中でなら10日以上持つ。保つ。この部屋はコンピューターにより20度に保たれている。気づく。この城は、 17世紀に築かれたものだ。耐える。山本先生の話は面白いので、いつも授業中笑い声が絶えない。立つ。両国は国交を立つに至った。途切れる。車の流れが途切れないので、道が渡れない。途絶える。登山隊からの連絡が途絶えた。 遭難した恐れがある。下る。一年にわたった裁判が終わり、被告に判決が下った。下す。部長はいつも的確な判断を下すので尊敬されている。垂れる。柳の枝が垂れている。茂る。山は木が茂って暗いくらいだった。耕す。 農家は田畑に肥料をまいて耕す。生かす。得意な英語を仕事に生かしていきたい。拒む。組織の人間である以上、理由なく移動や転勤を拒むことはできない。強いる。同窓会館の改築のために寄付を強いられた。禁じる。 20歳未満の飲酒は法律で禁じられている。競う。参加者たちはコンテストで技を競った。任す。彼女は将棋が強くて何度やっても任されてしまう。やっつける。敵を徹底的にやっつけた。励む。オリンピック出場を目指して、 毎日練習に励んでいる。捉える。上手な似顔絵はうまく特徴を捉えて描かれている。捉える。店員たちは協力して泥棒を捉えた。かばう。彼は罪を犯した恋人をかばって警察に自首した。からかう。 私は何をやっても不器用でよく家族にからかわれる。襲う銀行が強盗に襲われ1億円奪われた。上がる司会者が意見を求めると多くの手が上がった。上げる賛成の方は手を挙げてください。雇うこの工場は 新たに5人の従業員を雇った。養う。彼女は一人で家族を養っている。交わる。線と線が90度に交わった角を直角という。交える。仕事上の発言に市場を交えてはいけない。よこす。最近。 死がしばしば私に電話をよこすようになった。焦る。遅刻しそうで焦っていたので大事な書類を家に忘れてきてしまった。せかす。外出しようとする母親は小さい子供を早く早くとせかした。耐える。ダイエットの一番の課題は空腹に耐えることだ。 むっとする。しつこくからかわれてむっとした。ぞっとする。先日自転車で転んだ。もしあの時車がそばを走っていたらと思うとぞっとする。ぎょっとする。夜道で突然声をかけられ、ぎょっとして振り向くとおまわりさんだった。クルー。彼は嫉妬のあまり、 気が狂ったようになってしまった。照れる。先生に成績がいいのに謙虚だと褒められて照れてしまった。帰り見る。毎晩日記を書いて我が身を帰り見ることにしている。帰り見る。青春時代を帰り見ると恥ずかしかったことばかりが思い出される。心がける。 健康のため十分栄養をとるよう心がけている。心みる。いろいろ心みたが病気は一向に良くならなかった。案じる。母はいつも単身赴任中の父のことを案じている。染みる。喫煙席に座ったら服や髪にタバコの匂いが染みついた。にじむ。 この紙に字を書いてもインクが滲んで読めない。ぼやける。霧が出て視界がぼやけた。弱る。歳をとると足腰が弱ってくる。老ける。あの人はしばらく会わない間にぐっと老けた。凍える。寒さで手が凍えて指がうまく動かせない。 叶う。努力すれば、いつか必ず夢は叶うと信じている。叶える。彼はオリンピックで金メダルを取り、ついに夢を叶えた。かける。若者たちは国を守るために、命を懸けて戦った。よし。海外旅行に誘われたが、お金がないので、今回はよすことにした。 交わす。朝、お隣の人と挨拶を交わした。賑わう。夕方になると、商店街は買い物客で賑わう。受け入れる。日本はまだ、あまり多くの難民を受け入れていない。終える。日本語能力試験、語彙トレーニング、N1。 こする。この鍋はいたわしでこすると傷がつく。さする。気持ちが悪かったので背中をさすってもらった。なでる。日本人は小さな子供を褒めるときに頭をなでることが多い。いじる。髪の毛をいじるのが彼女の癖だ。かき回す。 スープを火にかけ、焦げないようにかき回す。つむ。花をつむ。つまむ。ひどい匂いに思わず花をつまんだ。つかむ。警官は逃げようとする犯人の腕をつかんだ。ねじれる。満員電車で押されて、ネクタイがねじれてしまった。ねじる。 ペンチで針金をねじって切る。ひねる。蛇口をひねって水を出す。ちぎれる。みんなで引っ張ったので紐がちぎれた。ちぎる。レタスは手でちぎった方が味が染み込んで美味しい。束ねる。古新聞を束ねて回収日に出した。あぐ。 エアコンを使わず、うちわや扇子で仰いで夏を過ごした。くむ。バケツで井戸水をくむ。くわえる。子供は指をくわえて、うらやましそうに友達のおもちゃを見ていた。なめる。うちの犬はうれしいとき、すぐに私の顔や手をなめる。うつむく。 その子はいじめられても黙ってうつむいているだけだった。はう。敵に見つからないようはって進んだ。くぐる。のれんをくぐって店に入った。ささやく。ちょっと来て、と田中さんが耳元でささやいた。わめく。夜中に通りで誰かが大声でわめいていた。 言いつける。母は姉に掃除をするよう言いつけた。打ち明ける。過去の過ちを親友に打ち明けたら心が軽くなった。見かける。昨日街で課長が家族と歩いているのを見かけた。見分ける。ヒヨコのオスとメスを見分けるのは難しい。見渡す。 山に登って平野を見渡した。見落とす。レポートの誤字や脱字を見落として提出してしまった。乗り過ごす。本に夢中になっていて一駅乗り過ごしてしまった。乗り越える。泥棒は平野を乗り越えて侵入したものと見られる。歩む。グループ解散後。 三人は別々の道を歩んだ。持つ。卵は冷蔵庫の中でなら10日以上持つ。保つ。この部屋はコンピューターにより20度に保たれている。気づく。この城は17世紀に築かれたものだ。耐える。山本先生の話は面白いので。 いつも授業中笑い声が絶えない。立つ。両国は国交を立つに至った。途切れる。車の流れが途切れないので、道が渡れない。途絶える。登山隊からの連絡が途絶えた。遭難した恐れがある。下る。一年にわたった裁判が終わり、 被告に判決が下った。下す。部長はいつも的確な判断を下すので尊敬されている。垂れる。柳の枝が垂れている。茂る。山は木が茂って暗いくらいだった。耕す。農家は田畑に肥料をまいて耕す。生かす。 得意な英語を仕事に活かしていきたい。拒む。組織の人間である以上、理由なく移動や転勤を拒むことはできない。強いる。同窓会館の改築のために寄付を強いられた。禁じる。20歳未満の飲酒は法律で禁じられている。競う。 参加者たちはコンテストで技を競った。任す。彼女は将棋が強くて何度やっても任されてしまう。やっつける。敵を徹底的にやっつけた。励む。オリンピック出場を目指して毎日練習に励んでいる。捉える。上手な似顔絵は うまく特徴を捉えて書かれている。捉える。店員たちは協力して泥棒を捉えた。かばう。彼は罪を犯した恋人をかばって警察に自首した。からかう。私は何をやっても不器用でよく家族にからかわれる。襲う。 銀行が強盗に襲われ1億円奪われた。上がる。司会者が意見を求めると多くの手が上がった。上げる。賛成の方は手を挙げてください。雇う。この工場は新たに5人の従業員を雇った。養う。彼女は一人で家族を養っている。 交わる。線と線が90度に交わった角を直角という。交える。仕事上の発言に市場を交えてはいけない。よこす。最近、父がしばしば私に電話をよこすようになった。焦る。遅刻しそうで焦っていたので、大事な書類を家に忘れてきてしまった。 せかす。外出しようとする母親は、小さい子供を早く早くとせかした。耐える。ダイエットの一番の課題は、空腹に耐えることだ。むっとする。しつこくからかわれてむっとした。ぞっとする。先日自転車で転んだ。 もしあの時、車がそばを走っていたらと思うと、ぞっとする。ぎょっとする。夜道で突然声をかけられ、ぎょっとして振り向くと、おまわりさんだった。狂う。彼は嫉妬のあまり、気が狂ったようになってしまった。照れる。先生に、成績がいいのに謙虚だと褒められて、照れてしまった。 帰り見る。毎晩日記を書いて、我が身を帰り見ることにしている。帰り見る。青春時代を帰り見ると、恥ずかしかったことばかりが思い出される。心がける。健康のため、十分栄養をとるよう心がけている。心見る。いろいろ試みたが、病気は一向に良くならなかった。 案じる。母はいつも単身赴任中の父のことを案じている。染みる。喫煙席に座ったら服や紙にタバコの匂いが染みついた。にじむ。この紙に字を書いてもインクがにじんで読めない。ぼやける。霧が出て視界がぼやけた。弱る。 歳をとると足腰が弱ってくる。老ける。あの人はしばらく会わない間にぐっと老けた。凍える。寒さで手が凍えて指がうまく動かせない。叶う。努力すればいつか必ず夢は叶うと信じている。叶える。彼は オリンピックで金メダルを取り、ついに夢を叶えた。かける。若者たちは国を守るために、命を懸けて戦った。よす<し>。海外旅行に誘われたが、お金がないので、今回はよすことにした。かわす。朝、お隣の人と挨拶を交わした。にぎわう。 夕方になると商店街は買い物客で賑わう。受け入れる。日本はまだあまり多くの難民を受け入れていない。